徒歩圏内の店舗が閉店する。もう終わりだ。また一つ思い出の地が消えていく。帰り道の癒しスポットが、こんな悲痛な声がネット上で溢れている。写真、可愛かった寺田新くんが衝撃の体に、子役時代から激変した意外な有名人。ブックオフなのに本ねえじゃん。と俳優、寺田新が放送する CM でもおなじみ。本などの中古品販売、買い取り大手。 ブックオフがここへ来て続々と閉店を発表。しかも、そのどれもが都心部に集中していることで、ファンに衝撃を与えているという。東京では、10月13日閉店の阿佐ヶ谷南店に始まり、10月20日には、新興園寺駅店と学芸大学駅前店が同時に閉店することが決まっている。また千葉でも、やはり10月20日に、 行徳駅前店の閉店が告知された。とりわけショックを受けたのは杉並区民だろう。高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪といったサブ色の強い町を要するだけに、古書やレコードを探し求めてブックオフに通うという地元民も少なくない。しかし、今回の閉店ラッシュを受けて、同区にあるブックオフはわずか3店舗のみとなる。今年に入って閉店となったブックオフ店舗には、 大阪の切れ売り割り、きれ売り割り、駅前店、6月17日、や愛知の名古屋大ぞ店、4月30日、などがあるが、ここまで複数店舗の同時閉店は一度もなかった。となれば、今回の一連の閉店は、ブックオフの異常事態、なのだろうか。過去最高の業績なのに、大規模チェーン店の閉店ダッシュ、といえば、 記憶に新しいのが今年8月に話題となったデリバリーピザチェーン大手ドミノピザの大量閉店だ。営業不振に伴い最大80店舗の閉店を発表。青森県や山形県ではドミノピザが1店舗もない空白地帯となったことも字幕を集めた。このドミノピザの閉店ラッシュには明確な理由があった。コロナ禍によるデリバリー需要の増加を受け、 積極的な出店構成に出たことだ。結果、2023年には国内1000店舗を突破したが、需要が落ち着いたことで風向きは一変。不採算店舗が続出し、あえなく大量閉店を余儀なくされたというわけだ。では、ブックオフも同様に、業績が悪いから店舗の閉鎖を進めている、のかといえば、そうではない。むしろ、ブックオフの業績は絶好調だ。 ブックオフを運営するブックオフホールディングス株式会社の2024年5月期第3四半期決算によれば、売上高は前年同期比9.3%増の823億円。国内ブックオフ事業を中心に全ての事業で増収を達成し、経常利益も同12.5%増の30億円となっている。前年同期比、前四半期比とも増収増益で、 売上高、経常利益ともに、四半期ベースでは過去最高を更新した形だ。国内ブックオフ事業だけに絞っても、その勢いは変わらない。今年9月4日に公開された8月の既存店売上高は前年比で107.2%を示している。トレーディングカードホビー、ゲームなどのソフトメディア、書籍、アパレル、そのいずれもが前年を上回る売上高になっているという。